鬼滅の刃アニメ柱稽古編8話、最終回が終わり、次はいよいよ無限城編。無限城編は劇場版3部作での公開が決まりました。無限城編3部作に関して、公開に数年をかけるのか、それとも短期で一気に公開してしまうのか、意見が分かれています。私はまだ今の段階では、1年ごとに公開していく形になるのではないかと考えています。理由は、鬼滅の刃の制作会社と同じ、UFO テーブルの作品、フェイト、ヘブンズフィールの例と、無限列車編の公開時期を目安にしたからです。フェイト、ヘブンズフィールは、制作決定から約3年で第1章、そこから1年2ヶ月ほどで、第2章を公開。第3章については、コロスケによる延期によって、第2章から1年7ヶ月かかりましたが、本来の公開時期は1年2ヶ月後でした。無限列車編は、2019年9月に制作決定、2020年10月に公開と、約1年での公開となっています。こういった過去のデータから、今回の無限城編3部作も、約1年での公開になるのではないかと、今は予想しています。ただし、大体私の予想は当たりません。過去は過去、未来は未来です。ということで今回も、劇場版無限城編3部作について、いろいろ考えていきたいと思います。今回の内容は、上映日がいつなのかについてと、プロモーションリールについてのまとめです。皆さんのコメントを参考にしていきます。ぜひ意見があればコメントしていってください。チャンネル登録、いいねと共有もお願いします。では参ろう。無限城編の上映日公開はいつになるのか。まず、最初に気になるのがここです。2024年7月2日現在では、3部作の内容について一切明らかになっていません。ここが明らかになるのは、何かしらのイベントがあった際でしょうか。TV が公開されるのか、それともプロモーションリール2025か。プロモーションリールとは、巻物を通して今までの歴史を振り返り、最後に次のショーの放送日や、放送月について触れる、といった内容の動画のこと。プロモーションリール2023は、2022年の12月に公開され、刀鍛冶の里編の放送月が公開されました。プロモーションリール2024は、2023年12月に公開され、柱稽古編が2024年春に放送、と公開されました。また、それぞれのプロモーションリールの最後には、ワールドツアー上映開催のお知らせ、日程の告知もありました。ワールドツアーとは、世界中の映画館で、前章のクライマックスと、次の章の1話を組み合わせた内容を、随時公開していくといったもの。プロモーションリールの公開日について、直近の2つは12月に公開されています。ただこれは、2つとも次の章の公開が春だったため、同じ日程だったのだと推測できます。つまり、劇場版無限城編第1章の公開日によってはずれ込む可能性があるということです。プロモーションリール2021については遊郭編が12月放送開始だったため9月に公開されています。全体で見るとだいたい3から4ヶ月前にプロモーションリールが公開されています。なので次の無限城編第1章の劇場公開日からだいたい3ヶ月前が目安でしょうか。来年の夏に第1章が公開なら来年の春あたりにプロモーションリール公開。来年の春に第1章が公開なら、今年の12月にプロモーションリール公開。今年の年末に第1章が公開なら、今年の9月にプロモーションリール公開となるでしょう。また、今回はワールドツアーの上映内容に関しても、若干変動がありそうです。今までは次の章がテレビ放送だったので、前章のクライマックスと次の章の1話という構成でした。今回は次が劇場版です。となると、柱稽古編のクライマックスに加えて、無限城編第1章の冒頭部分を、ワールドツアー用にオリジナルで編成したものが公開されるのかもしれません。ワールドツアーが今回はなくなる、ということはないと思います。柱稽古編のクライマックスも、劇場公開向けに作られていると感じました。また、プロモーションリール2024に関しては、初めての YouTube プレミア機能を使った公開となりました。YouTube プレミア公開とは、あらかじめ設定した日時に動画を公開することを、サムネやタイトルなどで前もって告知できる機能です。また、動画の公開はライブのような形で、リアルタイムによるコメント欄での交流が可能です。プロモーションリール2024では、公開日の発表が約1ヶ月前にありました。つまり、流れ的にはこうなります。第1章の上映日から逆算して、約3ヶ月前にプロモーションリール2025が公開。その1ヶ月前にプロモーションリールの公開日を発表。まとめ。今回は、プロモーションリールの公開日と、劇場版、無限城編、
第1章の公開日について考察してみました。プロモーションリール2025は、第1章の上映日から約3ヶ月前に公開されるはず。そしてその1ヶ月前には、プロモーションリールの公開日が発表される。来年の夏に第1章が公開なら、来年の春あたりにプロモーションリール公開。来年の春に第1章が公開なら、今年の12月にプロモーションリール公開。今年の年末に第1章が公開なら、今年の9月にプロモーションリール公開となるでしょう。今年の年末だとすると、来月にはプロモーションリール2025の公開日を発表、という流れが予想できます。これは少し早すぎます。なので、今年の劇場版、無限上編、第1章の公開はなさそうです。やはり来年の夏が本命。早くても来年の春あたりでしょうか。春休みや夏休みを狙う、といったのが妥当な気がします。ということで、今回の記事は以上です。皆さんの意見をお待ちしております。プロモーションリールについては、また詳しくまとめます。それではまた。